ママを辞めてもいいですか？なんて思ったことありませんか？ママになれて幸せだけど、子育てで毎日バタバタ、思い通りにいかない、夫にもイライラ、なんだか孤独。ママを辞めてもいいですかと思ったことのあるママはなんと 77%。 そんなあなたに送る笑って泣ける共感度 2000% の子育てエンターテインメント映画、ママ辞めてもいいですかって思ったことは幾度となくあります。子供可愛いんです、愛おしいんです、だけど離れたいんです。もうやだ。ママだってたまには休みたい。育てて一日面倒見てみろって。もう少し自分の時間を削ってもらってもいいのかなって。もっと頑張んなきゃいけないのに、母親なんだから。孤独感でいっぱいで、安心できる家があるのに自分の家に帰りたいって思う。実家に帰るよって言ったら、じゃあ好きなご飯作っとくねとか、そういうのいいなって。抱きしめてあげたい気持ちがあっても、今更抱きしめることができない。これがね、ママできなかったの。今思ってる辛さは本当ずっと続かないって思う。とにかく一人で頑張ろうとしないと。自分の子育てがこれでいいんだろうかっていう不安の中で、だんだんとお母さんになっていくように思います。自分たちのことを言って代弁してくれてる。とても感動しました。共感しました。ママを辞めてもいいですか？66 38。子育てって最高にハッピーだ。